今年で20周年、神ン月の巫女の竹の矢三日月がプラモデルで発売日輪後列、大撃破オタファの決めつけ地オタファのスミプラを崩せ,を崩せ動画はこれに皆さんこんにちは、オタフです今日組むキットはこれだモデロイド、神ン月の巫女、竹の矢三日月だ <laughs> <laughs> おー全国のガンゲロを集結せよ手を受けて早速行こうモデロイドめちゃくちゃグッジョブよくこれ出してくれたなこれ今から20年前にやっていたアニメですね。カンナ月のミコ。これって、えっとね、パッと見ロボットものかと思いきや、まあ、ロボものでもあるんだけど、いや、不思議なアニメで、まあ、ちょっとここに美少女が二人いますね。少しユリ っぽい要素もありつつ、まあ、王道なスーパーロボットの戦いもあるというね、不思議なアニメなんです。あれからちょうど20年前ですね。で、劇中に登場する、これ、竹野矢三日槌と言います。これはあの劇中のそのオロチを倒す、まあ、ロボットですね。オロチです。判定がこんな感じ。おそらくね、この絵は、あの印象的な第1話の、あの、あの最後のシーンだと思います。ここに二人いて、で、ここに、 このパイロットの犬神ー馬がこう叫んでるところですね。というわけでね、開けましょう。箱結構厚みがあります。わ、これめっちゃ楽しみだな。OK ろケーろじゃーんランナー見ていきましょう。クリアパーツ綺麗な、えー、レッドにグリーンですね。わ、特徴的な。 これがついています。何を隠そうこの20年。多分ね、マスプロのアイテムで一回も立体化されてなかったんじゃないかな。フレーム色に、ブラック。クリアパーツ結構ありますね。いい色。あ、少し薄く、えっ、ー、と、ブルーグリーンなんだけど、少し緑みが強い。いい色ですね。濃いめです。で、ホワイトも、わかるかな少しなんかグリーンというか、ブルーというか、淡い色合いになってて、真っ白じゃないね。 いや、素晴らしい色です。こんな感じでしょで、それからさっきの、えー、色ですね。少し、えー、これなん、何色っていうのかなすごく表現しづらいんだけど、まあ、グリーン系な、まあ、ブルーのような色ですね。本当にイメージ通りの色合いになっています。それから、えー、明るめのグレーに、このホワイトの部分ですね。キットは以上。意外とシンプルですね。シールは、 シールはないのかな説明書。パーツリスト。そしてこっちが説明書ですね。姫子、俺はオロチと戦う。僕にとって初めての立体物だなとても楽しみです。これは割とオーソドックスな、まあギミックもあるのかもしれないんだけど、普通のそのロボットとして、ロボット系のプラモデルとして組めるんじゃないかなと思います。特に難しそうなところも、 今のところはなさそうだね。足を組み立てて、手首。あとは武装。これらを組んで、あ、もう完成ですね。あ、ギミックありますね。こんな感じですね。日輪高烈大撃破この腕を、腕をそう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 、あの、拳と拳をね、ガシッと合わせるやつね。これねー。これ変、あの、再現できるんだ。これ素晴らしい。というわけでいきます。8割ぐらい組み立てると、こうなります。 ああ、できました。ここまですぐみで、約2時間半ぐらいですね。3時間かからないぐらいです。えっとね、ほぼすぐみで、一部、ちょっともう一声色が欲しいなっていうところは、えー、少しだけ手を加えているという感じですね。付属品も結構いっぱいあるんで見ていきましょう。剣。劇中でちょっとだけ使った剣になりますね。これもちゃんと付属します。刀身の部分はシルバーで塗装。こんな感じですね。造形もしっかりしています。 日輪後列大撃破あのおなじみの技なんだけども劇中でよく使うやつなんだけどもこれは腕からこのクリスタルが出てくるんだけどもそれのちょっと大きいやつですねこれをかぶせますそれから同じくその技の時に手をぴったりと合わせるんだけども理屈的にはねこれは手の甲のパーツになってて本当は余るんだけどもう一つ組んどくとその技の再現がスムーズです。 ここは連結しているパーツですね。それから、ハンドパーツは武器持ち手、剣持ち手と、あとは表情のついた開き手ですね。そして最後は胸部パーツ。日輪後列絶撃波の時に胸部が展開し、まあ巨大なエネルギー弾を作るんだけど、その時のパーツですね。クリアパーツとかが使用されてて、これもまた綺麗です。さあ、そしたらラストスパート、ここから一緒に組んでいきましょう。まずは足から。 改めてね、あの説明書とか、えー、パッケージをよーく見ながら、色味的にはね、このブラックがもう一声欲しいなと思ったんで、これは長谷川の艶消しブラックのシート。まあ、シールみたいになってるやつを貼っています。シール仕上げですね。簡単でいいです。パッと見ね、あれ塗ったのかなと思うかもしれないんだけどね。シールで処理しています。で、これがね、マッシブで、 あの劇中のプロポーションをちゃんと再現しててすごくいいんだよね。結構太ましいです。これでもう下半身は完成で、えー、今度は上半身ですね。お腹それから胸部。そしてこれがバックパックですね。 を取り付けると。そしたら腕。腕周りもね、ギミックがすごいですね。日輪後列大撃破。さっき言っていたやつなんだけど、この中に小さいクリスタルが仕込まれています。さっきのパーツをかぶせるというわけですね。これも再現されてるし、あの劇中の手首が引っ込んで、あ、あ失敗した。<laughs> ここをスライドさせると。 あここからね、ビーム弾が出てくるんだけども、これを再現できます。スライドします。あとはここですね。ここも。これもまたエネルギー弾をこう放つんだけど、これも変形で再現できます。これすごいよね。ちょっとこう、ガングのようなギミックが入っています。あと、細かいところなんだけどね、ここもブラックのそのシールです。墨入れじゃなく、シール仕上げになっています。 で、手首、手の甲、いいねサックサクに組み立てられますそうモデロイドのねあのキットって物にもよるんだけど結構肉厚なプラスチックが使用,あの使用されててあのパーツになっててなんかあの仕上がりがあの成形色仕上げの玩具みたいな感じでね このプラの手触りがすごくいいんだよね。ミチッとしています。そして最後は頭部。少しね、小さめのサイズになっています。頭部を取り付ければ、これで完成竹のや三日土のおーできましたこれはあの、漢字で、 竹の屋三日土。ちょっと難しい名前なんだけどね。うん。というロボットが完成しました。おー。マッシブでいいね。こう、頭身のバランスが。結構かなりパースが効いてて、頭部小さめで、腕、足がすごくごついです。で、バキッとしたプロポーションになってますね。これの原型制作は、ゴッドブレイブスタジオのカロンさんによるものですね。ギミックと、このプロポーションの再現度がすごく高いです。 あとはこれほぼ素組みなんだけども、色分けもかなり細かいところまで再現されています。僕はワンポイントでちょっとブラックを足してみたんだけども、まあそれぐらいかな気になったのは。あとはもうだいぶ劇中の雰囲気がよく出ています。ホワイトの部分もほんのりグリーンになっていて、この全体の色合いもとっても綺麗です。頭の高さで約17センチ。結構ボリュームがあるんだよね。ちょっとした ちょっと小さいいマスターーグレードぐらいのサイズ感ですね近くで見ていきましょう上半身めっちゃボリューミーですねそれから頭部フェイス部分は塗装が施されています他にもクリアーレッドやゴールドにホワイトそしてメインカラーのグリーン胸部ここも立体感があっていいですね中央部分のシルバーは塗装パーツになっています肩腕もごついですそれから股間の部分ですね クリアパーツが使用されています。そして足元々のプロポーションがかなりパースが効いているんだけども煽りから見るとさらに巨大感が増します可動もざっくり見ていきましょう頭部はボールジョイントよく動きます全体的にね意外と干渉しそうでしないよく考えられています肩の付け根、ね、肩アーマーこれも独立して このように動くしここの付け根の部分ですねこれでこのように稼働しますそれからここにロール結構ね硬いところもありますねいじるときあの気をつけた方がいいです二重関節になっていてこことあとここの部分でも稼働します手首の付け根はボールジョイントそれから胸部 付け根がボールジョイントで中に軸可動が仕込まれていて、ちょっと引き出してみましょう。こういう構造のやつですね。引き出して、より、あ、ごめんなさい。<laughs> ちょっと待ってね、抜けた。引き出して、よりこう細かくね、動かすことができます。さらに、ここの付け根の部分ですね。ここも回ります。自由度かなり高いですね。それから足。足はスイング機構があります。 こういうやつですね。これも組み合わせると、結構大きく動きます。それから膝。あ、ちょっと待ってね。膝はここで曲がる。プラス、ここでも曲がる。まあ、つまり二重関節です。こっちに渋みがあるのかな。こうやって曲げてあげれば、もう正座に近いところまで曲がります。あとは足の付け根で開脚。 それからロールがあります。そして足首はボールジョイントプラス軸ですね。このように細かく動かせます。あとはつま先が動きます。各部を動かしてアクションこのようにどっしりと構えるのがいいですね。このポーズは劇中のま第1話で結構有名なシーンの部分ですね。 ポーズだけでなく、ちょっとギミックも見ていきましょうか。さっき言っていた、このビーム砲ビーム弾みたいなやつを放つとき、ここを伸縮させると。はあこれでもくらえみたいな感じですね。このダイナミックに、ズボッと伸縮するところがいいですね。プラモデルというよりは、ガングみたいなアプローチ。あとは肩のビームね。引っ張る、回転、回転、 押し込むこれできるのすごく嬉しい両肩展開するとこんな感じですねくらえ,えーっとね劇中ではこうだったような気がするんだけど説明書を見るとこういう感じにもなってましたねどっちだったっけなうなんんかここに隙間があったような感じだけどねまあ自由に遊ぶことができますさあ次は剣やっぱりこのスーパーロボットフォルムのロボには剣すごく合います 劇中では確か途中でこれパキーンって折れちゃったんじゃないかったっけなメイン武装ではないもののというかね竹のや三日月はね結構技が多いロボットでもあるんだよねあ剣使うんだと思いました可動範囲が広いので両手持ちもできますごめんこれさっきさ稼働の,の説明で忘れてたんだけどこれ内側への可動軸もありますねこれの関係で劇中のようにこのように構えることができます さあ、そして、なんと言ってもね、印象的な日輪後列大撃破。これをちょっと再現するやり方を紹介します。手の甲のパーツを外して、アタッチメントを使って連結するんだけど、まあ、予備でね、作っておいた、これを取り付けてあげると。そうすると、手首がぴったりと揃います。このように開けて、中から、このクリスタルを展開。 ここにさっきのこの形状重視というか大きいやつですね。これをはめてあげればジャン、じゃん日輪光列大撃破これもちゃんと再現できるのが嬉しいですね。この技はね、マイエピソードに一回は出るぐらい印象的な攻撃方法です。ちなみにこれは、 あのどういうやつかっていうとここのクリスタルのこの中央部分にジジジジジジジ,ジ,ジってこうエネルギー弾が出てでそれを投げるっていう技ですあとは最後にこんな感じでポーズを決めて胸部を外し展開状態のものと交換日輪後列絶撃破さっきの大撃破よりももっと大きなエネルギー弾を作ります この胸部の部分も立体的でいいですね。個人的には白なんで、まあ、まあ、僕今回やってないけど、墨入れとかね、してあげると締まるかなと思います。ここもちゃんとクリアパーツになっているところが芸が細かいです。本体の可動や武装、アクションはこんな感じ。さあ、そしたら最後は比較。いつものガンダム。頭の高さで17センチ。マスターグレードのガンダムよりも、ちょっと小さいものの結構ボリュームがあります。 マスターグレードのガンダムに、そうだね、負けてないですね。個人的にボリュームは十分あるんじゃないかなと思います。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回のメカスマ、モデロイド、カンナズのミコ、竹のや、三日ズのレビュー、いかがだったでしょうか一緒に楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。いや、メカスマさ、たまに、 ああ、こんなロボットあったな、みたいな。もうラインナップが発表されて驚くようなものってあるんだけど、この竹のや三日槌はまさにそうですね。もう放送開始からなんやかんやで20年経つんだけど、未だかつて一度も、一度もマスプロの商品って発売されたことがなかったんだよね。だからコアなファンにとっては、もう20年ずっと待ってたと思います。 なので今回の立体化、本当に喜んだ人もいるんじゃないかなと思います。このキットはね、どういう人におすすめかっていうと、まあそういうコアな人はもちろんなんだけど、全然作品知らない。初めて見た人とかにも、ぜひね、手に取ってもらいたいんです。純粋にかっこいい。デザインとしてかっこいいし、ギミックもあって結構遊べます。メカスマの、まあ、スーパーロボットプラもどんな感じっていうのをめっちゃわかりやすく体現した。そんなキットですね。 組み立ても特に難しいところはないですね。サクサクと組み立てられます。完成後はね、密度の高い、ちょっとミチっとした、このプラスチックの完成品のようなね、手触り。ぜひこれを味わってもらいたいですね。気になった方、ぜひ組んでみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった、参考になったよという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはね、どんなことでも結構です。おー、手は カンナ月の巫女めっちゃ懐かしいねとかあ初めて見るロボットだけどあとっても気に入ったよとかねあオタファー僕は今こんなキット組んでるよとかねなどなどどんなことでも結構ですあなたからのコメントを待ってますそれでは次の動画でお会いいたしましょうオタファでしたまってねーガン